Ezek.
いざ勝負。お侍、恐ろしいことです。どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず、口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし、誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ、助けを求めに行ったようです。生きておればクスシに見せるが、死んでおればムクロを燃やす。
いた。そうに知らせてやるか。向こうから煙が見えました。ありがとうございます。病は抑えられるのか。後ほど井戸を封じて誰も水を飲めないようにいたします。助かりました。お前がいてよかった。変わったことはないか。まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。失礼を。外では本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。
お主の酒は島の誉れだ。やつらの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが、それが酒だなんて。やつらはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。集中する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。ビッツァケネハトゥルイルレオレハムタッヤブツカイテダウェン비돌본돌은대리구슴질슨자가깝대고이암하슬메속라스ことでございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。
ハゲ、さあ。勝負！ありがとうございます。湖は安全だと聞いたのですが、誤りでした。猛虎は岩の下の道で待ち伏せして、そこを通る者を襲っていたんです。知恵者がおるよ、捨ておけんな。どうぞお気をつけて。兵が大勢おりました。お侍、お頼みしたいことだ。
死ぬ。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か。わかりません。ですが、なぜか泣いてました。ケンジ、何をしておる？ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした？いやいや、猛虎がアッシラの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。アッシラだと？お前の畑なのか？あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ？数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか？それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなければ。何か手を考えれば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから？畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。なぜ逃げなかった？アッシュはバカばかりやってきたから、生まれ変わりたいんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか？まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽、猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？あっし？あなた？お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。名案でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。ウディキンタルキンダッチ。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスチェルモリガス。待て待て、あれは見よ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマツァッ、モルピクニクボッソン。開いた。堪忍して、ミヨ、おい。まさかうまくいくとはな。
перевью в ясамбе.信じられ助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ、あの野郎今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ。全てあいつがまいた種なんです。もうこと取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。 訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って、藁と木屑をやってみたんです。儲けるためか。畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか。こんなに早くは思っていたよ。りすぐにバレて村の門が捕まって食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか。いや、間違いだなんて言わないで。 役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった。助けになれないで。助けだと米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では、しゃで、体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。 Yeah!
猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で。体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。うららかな日差しに咲く桜の花、春よ、早く来てくれ。
Harbo! Legyen már szinte! Thank you.
石川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられて、穏やかに過ごすことはあるのか。Arsinda, ten going. Dosho!万兵だらけだ。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに捕らわれた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。門に来ます。Grr!
早く行け。不審者を控え。今バックね。早くしろ。朝早く、早く。やつと。命だけは。
ってしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。どうか鍛冶屋もお助けください。どこかの家に囚われているはずです。安心するな、行け。新しい網を作れ。行ってこい、行ってこい。